皆さん、お久しぶりです。黒川智子です。私は今、ドラマ、ラストコップの撮影をしています。刑事っぽくない衣装が多くてですね、今日は赤なんですけど、黄緑とか黄色とか、結構派手な衣装で、智子ちゃん、それは自前って、周りの人に言われるくらい、結構刑事さんのイメージとはかけ離れた、衣装なんですけれども、すごく個性的な役を演じていまして、メイクもちょっといつもよりキリッと見えるようにきつめ風かな、キリッと、メイクさんに、していただいて、綺麗にしていただいています。主演の唐沢さんとは今回初めて念願の共演が叶いまして、アクションシーンがあるということで、撮影前には一緒に練習をさせていただきまして、その時には一からとっても丁寧に分かりやすく指導してくださって、とってもとても助けていただいております。撮影中もアドバイスをいただいています。とにかく今回は楽しく、知っているキャストの方もスタッフさんもいるので、毎日充実していますね。まあ、そんなラストコップ、最後まで皆さんに楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。第1話は金曜ロードショーで放送ですけれども、第2話からは Hulu で配信になりますので、ぜひ、見てくださいね。ではまた。